天正十年六月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。羽川の戦いに勝利した織田軍は東に武田を打ち、西に毛利を攻めて怒涛の勢いで勢力を拡大。しかし天下を目前にして織田信長は本能寺に消えた。主君を失った織田家では柴田勝家と羽柴秀吉が対立、両者歩み寄れぬまま合戦となる。前田利家はおじきと慕う勝家に従うも、共秀吉と戦うべきか迷う。そんな利家を案じながらも刑事はただ一個の戦人として戦場に臨んだ。ままならねえのが乱世、腹くくってしようぜ。第2話、賤ヶ岳の戦い。おじご、俺を追ってきな。柴田が軍の意地、小野の府が意地を見せようぞ。今度は私を成し遂げた。やめますぞ柴田殿。信用せよ秀吉様の天下のため、勝家を潰すに。天下は行くぜ。おじきにつくのは一つだ。なんだ、早いと。そんなドロ進むのみさ。進め。効果的な増援とはどういうもの。行くぞ。かかれ。消えてもらう。お前の運を滅ぼすことになろうと。造営を指揮する三成を狙うとは、泣きながらやるのは。よくやった。そのまま進撃せい。開門。敵本陣を守るのは満々たる将兵かい。あら、全員探索を取るとしようか。開門。官兵が敗れた今、敵を止められるのは俺たちのみ。敵だ。
天下は秀吉を求めて分かってんだけどよ。俺の道は一つ、今後何があっても曲がらんさ。やられるとは。このまま行けば勝てる。その先はおじきを許してくれ。へえ、おじきをそう来たかい。敗北条件変更。開門。悪いが、義より先に柴田殿を撃ってくれんか。お事後は覚悟して願った。じゃが、それじゃあまりにも酷じゃろう。よく決断したな、利家。欲しい。それがワヌシの俺の道。死ぬ気合いよ。鬼は妖人に打ち取れるぞ。おじきを切っちゃう。どうでもいい。大事なのはお前の意志や。お前に貫きたいものがあるなら他は変わらん。年へ愛が契約権だ。何回もあるかね。豪快な男主がいれば年へ。できぬバカの遺言を聞いてくれ、利家を。あの律儀者の行く末を頼む。だ、この前田刑事、バカとの約束は必ず守るぜ。この戦、楽しませてもらったぜ。てめえでてめえの落とし前つけらんねえ鍵でいんのが嫌で、とにかく必死で大人として全部の落とし前つけてきた。だのに落とし前がつけきれねえ。こんなおじごがしょわなきゃならねえことなんざないさ。俺は前だけしょっといた。てめえから俺は前だけを取っちまった。ならせめてそれを守りきるのが俺の仁義だろうがよ。おせっかいだぜ、おじご。何しやがる。俺は何にも人にしょってもらおうなんざ思っちゃいない。俺もてめえの落とし前はてめえでつける覚悟で生きてる。勝家だってそうだったはずさ。
前田刑事、前田家をちっぽんつかまつる。変なもんしょった気になってへたり込まれちゃ勝家だって浮かばれないぞ。へたってねえで追いかけろってか。